プロムナード・でザングレ夜景。プロムナード・でザングレは、フランス南部ニースにあり、地中海に沿って位置する著名な海岸遊歩道。プロムナード・でザングレは、イギリス人の遊歩道を意味する。ニースが都市化される前、ニースにある海岸は小石に覆われる、錆びれたビーチと、ただ境界をなすだけであった。付近で、最初の家屋は、海から遠く離れた高い土地に建てられた。 18世紀後半にはイギリス人がニースで冬を過ごすようになり、冬なイギリス人の中には地中海に沿った遊歩道の建設計画を提案する者もいた。心地よい海岸遊歩道の構想に興味を抱いたニース氏は建設を大いに奨励した。遊歩道は当初、オック語プロヴァンス方言の編集であるに、サール語でカマンデアングレと呼ばれた。 1860年のフランスによるニース併合後、海岸遊歩道は、プロムナード・でザングレという名称へ、当初のオック語プロバンス方言の変種であるに、サール語からフランス語へ訳して改名された。日中のプロムナード・でザングレ、老若男女が集まる場所である。地域住民は、プロムナード・でザングレを簡単にプロムナードやさらに、短く、プロムナードと呼ぶ。この場所は、 ニースに訪れた観光客が見にやってくる名所でもある。特に日曜日はサイクリングを楽しむ人々や赤ん坊と散歩する人々、そして家族全員でプロムナードを散歩する姿が見受けられる。この場所はスケートボードをする人々やインラインスケートを楽しむ人たちにとっても人気のある場所となっている。毎年行われるニースカーニバルやバトルオブフラワーズなど、 プロムナードで開かれる数多くの催し物を除き、米で残地に広がる丹精色の海をじっくり眺め、地中海沿いで過ごすのんびりとした時間を完全なものに、するために、プロムナードには、青い椅子や後遺書が設置されている。またプロムナードは、釣りなどが多発することから、観光客の財布やハンドバッグに警戒を呼びかける、危険地域にもなっている。デジタル大事線の解説。 コトバンク。2018年6月24日閲覧。在留法人向け安全の手引き。在丸聖日本国総領事館。外務省。2013年3月17日閲覧。観光客を狙ったスリと窃盗事件が多発しています。ありがとうございます。